一方、JR 伯備線では列車の空きスペースを活用し、焼きたてのパンを輸送・販売する取り組みが今日から始まりました。JR 岡山駅に入ってくる伯備線の普通列車。最後尾の車両から荷物が降ろされ、駅構内の土産物店へと運ばれていきます。運ばれてきたのは、人気パン店、ベーカリー、トングーなど、総社市内の3店舗で、今朝焼かれたばかりのパン、およそ170個です。JR 西日本は、地域の活性化や新たな収益確保を目的に、列車の空きスペースを活用したパンの輸送・販売を目指して、これまで実証実験を重ねてきました。まさか岡山の駅もここで買えるとは思わなかったから、すごい感動やなと思って、せっかくやからちょっと買っていこうかなと思って。当時のパンすごく好きなんで、はい、これだ、これはちょっと通りがかったりしてちょっと買いすぎたぐらいなんですけども。岡山駅で総社の魅力を知っていただく、で総社のパンを買っていただくのもそうですけれども、ここで総社というのはパンの街なんだと、総社という魅力的な街があるんだということを知っていただいてですね、ぜひじゃあ週末には総社に行ってみようかと、そういうような思いのお客様が増えたらいいなというふうに思っております。パンの輸送・販売は毎月第1、第3水曜日に行われる予定で、JR は今後、他の駅からの輸送も検討していきたいとしています。